ハルゼミ、学名ターアップのナバキアは、カメムシメ、セミ科に分類されるセミの一種。日本と中国各地の松林に生息する小型のセミで、和名通り春に成虫が発生する。晩春や初夏を表す季語、松ゼミはハルゼミを指す。成虫の体長はオス28から32ミリメートル、メス23から25ミリメートルで、日暮らしを小さく、黒くしたような外見である。 オスの方が腹部が長い分スより大きい。羽は透明だが、体はほぼ全身が黒色から黒褐色をしている。日本列島では、本州、四国、九州、日本以外では中国にも分布する。ある程度の規模がある松林に生息するが、松林の外に出ることは少なく、生息域は局所的である。市街地にはまず出現しないが、 周囲の山林で見られる場合がある。日本では、セミの多くは夏に成虫が現れるが、春ゼミは和名の通り4月末から6月にかけて発生する。オスの鳴き声は他のセミに比べるとゆっくりしている。人によって表現は異なり、ジーじー、ゲイキョゲイキョ、ムゼムゼ、などと聞きなしされる。鳴き声は割と大きいが、生息地に入らないと聞くことができない。 黒い小型のセミで高木の小に多いため発見も難しい。日本では松イムシによる松林の減少。さらに松イムシ防除の農薬散布も追い打ちをかけ、春ゼミの生息地は各地で減少している。各自治体レベルでの絶滅危惧種指定が多い。ありがとうございます。